ボロンが来た。はい。ありがとうございます。いや、抜けちゃうんじゃない。やばいね。あ、止まった。なんとか、うん、ラフ。ギリギリやってるとこ。ちょっと左に大丈夫かな。ラフかも。やっぱりピッチャーピッチャー、はい、あー当然先輩もこういるんですけど、はい、やっぱり対戦したということで、はい、やっぱりノモだね。あーね、フォークボールの、ね、うん、こういうやつですね。そう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 。うん、こういうですね。そうそう、もう当然わからないと思うけど、うん、あのフォークボールっていうのはもう本当にノモのフォークボールってもうまっすぐ来たなと思うんだけど、本当にもうストンってこう、へー、これだから不安の方が、うん、なんだねボール振るんやって、うるせえこの野郎って、俺だってお前振りたいと思うね、思っちゃいないけどもそれだけね、すごい落ちるんだ、うん、そして2種類しかないのにストレートとフォークボール、この2種類しかないのにやっぱり世界であれだけ通用したと、うん、僕が今まで見た中でもちろんたくさんのねいいピッチャーいたけども、やっぱり僕はピッチャーっていうのはノモだと思いますね。おー、はい、面白い、うん。ラフがかかっちゃった。めっちゃ曲がる。ナイスです。キャッチャーだとね、やっぱり黄金時代の西武ライオンズの僕は伊藤だね。何がいいかというと、まあ、簡単に言うと一言で言うとしつこいリード、うん、されましたね。やはり、まあ、無難なというかアウトコースアウトコースアウトコースと、うん、いうことでもう読みは分かってるんだけど、そのアウトコースを狙いに行ってアウトコースからやっぱりボール球を、うん、かなりやられたっていう、まあイライラするキャッチャーだったね。はい。うわ、え、乗る？え、乗ったんじゃない？え、乗ったマジ、うん、乗りました。すごい、ね、おぉ、負けじと、はい、よっしゃ、オッケー、ナイスです。ナイス、おぉ、いいキック。あ、そうですよね。あれを見て打つともうなんか距離が分かんなくなる。バンカー越えだとバンカーの先端あたりで220でバンカー越えます。いや、多分入りますね。だったらもう旗方向ですね。よいしょ。あ、やばい、バンカー。バンカーだなぁ。もっと手前、もっと手前出して。あ、手前で止まった。バンカー手前。バンカー。バンカでも、うん、大丈夫。手前です。全然大丈夫。ナイス。あー、左か。ラ
スだね。おいねー、来たよ。おー、あー止まっちゃった。惜しいね、止まったね。でも結構入れすぎちゃったね。あさっきの、ね、悪いことしたっけな。ちょっとだよ。さあ行きます。はい、初のようやく、はい、ナイスパーです。いや、本当にね、長らく長らく主催者がお前一つのパー取ったらこんな喜んじゃいかんでしょ。楽しいですね。あ、行った、完璧だ。雰囲気完璧よ、ど真ん中で。ど真ん中。おー、すげえ。頑張れないよ。頑張れ。飛距離がないんだよ。頑張れ。俺の場合、ほら。やっぱり飛距離がないんだよ。あそこがね、やっぱりね、ライト打ちなんだよね。ホームランバッターじゃないから。あ、ね、こうやって自分の力を、ね、うん、やっぱりね、知ってるんだけど、やっぱり振りたくないですよね。よいしょ。普通近くにはパンクみたいな。よいしょ。もうラフやめて。やめ、行っちゃうわ、ラフに。打てたんだけどね。うわぁ、すごい球。あんな右からぴったり。うわぁ、すごいんだけど。ロングでしょ。いや、イーグルチャンス。すごい、イーグルチャンス。あんなことあるって感じの球。ブーメランみたいだったよ。すごいんだけど。宣言します。これやっぱりね、右打ちだったから、あの、このホームランバッターないけど、こういうのは得意なんですよ。ナイス。なんか悪いことした、なんかさっきからね。いや、打ててないですね。ちょっと一応今日はレディースティーでやってるので、まあ82、3ぐらいでいつも通り回ってきたいんですけど、前半が42だから、後半40とかくらいでいきたいんですけど、今まあボギー連続で出ちゃってるんで、バーディー取りつつ、ボギー叩かないようになるべくしていきたいですけど、しんどいです。おー、すげえ。なるほど。
そこなのよ、ね、でしょ、あそこが長距離ヒッターの、ね、分かるでしょ、分かるでしょ、あそこからこの人波がないのよ。距離はいいんじゃない？はい、ナイスー。これね、今日1回もバンカー入れてなくて、今わざとバンカー入れたの。それなぜかって言ったら、意外にこれね、バンカーはね、これ好きなんですよ。面白いね。もうこれ初めて行ったけど、ちょっと硬い。ね、この硬いバンカーを、うまくこの肘をこう、ね、抜くんですよ。ね、この抜いて、ベースも、うまい、うん、距離なんですよ。打った、いいね。おお、そっち、また反対に見える。よし、上り強気の、うわー強気。やばい。ですね、私の考える、ベストナイン、歴代ベストナインですか。まあでもね、時代が時代で、まあ、自分がやってた時のことを考えると、まあ、僕の中でピッチャーは斉藤和巳、ソフトバンクの斉藤和巳君にします。キャッチャー、やっぱ古田さんですかね。あの強肩取ってからのスピードとか守備のね、あの能力は非常に高い方なんで古田さんにします。ファーストね、同級生の清原選手でいきたいと思います。落合さんもいるんですけどね、落合さんもサードとかもやってましたし、まあ、ファーストだけで考えたら清原の方が多いのかなと思って清原君にします。はい、わー、ナイス。うわ、なんで無理するのっつの。あ、超えましたよ、バンカー。ほんとに肩の右、肩の右を上のもありますよ、ね、ライト。オッケー。なんかボーラーが上がっちゃうけどね、上にポカーンって。普通に楽しい。なんかね、皆さん本当にずっと喋ってるし、気使わなくていいし、なんかテンポがね、リズムが本当にいいから、なんかゴルフしててすごい楽です。カメラマンもめっちゃ楽しんでると思うんですけどね。バンカーがめちゃ顎高なんだよね。右には木があるでしょ。ワンチャン木にかかって落ちてもよしとして、しかもライは左に行きやすいです。届いて、ダメ、手前。あっ、ダフっちゃったんだ。なんかこのつま先上がりのラインが本当に苦手だったら5番ウッドで、あ、でも5番ウッドだとまたね、あっち行っちゃったりするんだよ。さっきね、広瀬さんの広瀬さんのなんかね、代わりに打ってあげたい。話しながらね、それもトークしながら体開いて、ベース開いて、肘を抜くって言ってました。行きます。あー、止まる。もう重たかったな。止まるな。お嬢さん、お嬢さん、お嬢さん。